僕ちょっと警察の方にお世話になってしまいまして、それについて路上で警察官の方5人ぐらいに囲まれてるような絵があったんですよ。結構たくさんの人に写真撮られたりとか動画撮られたりしてたんで、ちゃんと自分の口から言っとかないと変に勘違いとかされてよくわかんない方向に行ったりする可能性があるなと思ったんで、昨日ねネクステの撮影でチームに分かれてお互いアルファードで、まあ、とある動画を撮ってたんですよ。その時に、まあ、名人が運転して僕後ろに乗ってたんですけど、名人がナビの通りに行ってたらナビでは右折しろって書かれてたんですけど、そこ右折禁止のとこあったみたいな、時間限定で右折禁止とかってあるんですよね。そういうとこだったらしくて、チャリに乗った警察官の方にここ右折禁止したんですよみたいな、多分名人のこと気づいてて、僕とか、まあ、ニコニコした感じで、いやちょっとこれ申し訳ないですけど止まってもらえますかみたいな感じで、減点が2点ぐらいでやってたんですよ。でその時に車検証見してもらいますみたいなったんですよね。で車検証も普通にこう助手席のところから開けて、まあ前さんが取り出して渡したんですよ。そしたら車検証切れてますねってなったんですよね。で車検証が切れてて、車検証切れてたら道路交通法違反になるんですよ。それがまあ会社の車だったんで、全く車検を確認せずに乗ってたっていうことが判明しまして、あもうこれさすがにアウトだねっていうことで警察の方に聴取されて、供述書みたいなのを話して書いていただいてお世話になってしまったという話なんですよね。その後、アルファード自体はもう乗れないんで、車検証切れてるやつを走らせたら絶対にダメなんで、レッカー車にアルファードが運ばれていって、ネクステの企画の途中だったんですけど、そういうことが起きたんですよね。でもそのネクステの動画自体が上がるのが多分1月頃なんで、これはもう早い段階で言っとかないと、まあ、変に憶測飛んで、なんか光消すお世話になったとか、名人も結構警察の方に聴取されてて、それピンク髪のやつが警察のお世話になったみたいな、ツイッターとかで見たんで、ちょっとそれはあれかなってことで、まあ、何があったのかっていう事実を、話しました。まあ、ほとんどの方はね、車検の確認って多分大体すると思うんですけど、僕は普段自分が乗らなかったってのもあるんですけど、関西行った時は多分もうそれ親がやってくれてて、東京来てから自分で全然やったことなくて、ちょっと本当に管理責任問われるなっていうか、管理ミスでやっちゃったなっていうふうに思いましたね。完全にこちら側が 100% 悪いんで、まあ、そこは反省して、今後はこういうことないようにしようと思いました。もう本当にもう警察の方には何度もね、ちょっと申し訳なかったみたいなことを言って、お詫びして、まあ僕のことしてくれてたんで、まあ、なんか YouTube の話とかも軽くしながら普通にやっちゃいましたねみたいな感じだったんですけど、まあ傍から見たらね、警察に囲まれた光っていう絵なんで、何やっちゃったんだろうみたいななると思ったんで、そうなる前に自分の口から何があったのかっていうのを話していこうかなと、そんな感じです。あと僕の視聴者の中にももしかしたら他県を忘れちゃってる人もいるかもしれないなと思ったので、それの注意喚起にもなればなと思って、反面教師にしていただければなと思います。僕は本当にそういうのを確認するの忘れちゃうタイプなんで、家にハガキが届くらしいんですよね。でもそれも僕見てなかったんで、僕ポストとかあんま確認しないタイプなんですよ。ちゃんと見れてなかったなって、今後は見ないといけないなっていうのも思ったんで、もし確認されてない方、切れそうだっていう方がいたらすぐに確認して行ってください。まあ、僕のようになっちゃうんでね、まあ、捕まらなかったら分かんなかったわけですよ。実際はもう1ヶ月ぐらい前に切れてたみたいで、もう車検自体が。でもそれ気づかず乗ってたんで、ずっとだから、まあ、これ本当に捉えようによっては捕まえていただいてよかったなっていうところもあって、まあ、実際車に問題が起きてたとしてもそれ気づかずに乗ってたわけなんで、今回右折禁止で捕まったからこそ車検を受けようってなったんで、多分それ捕まってなかったら本当もう1年2年ずっと車検を受けずに乗ってた可能性があるんで、それは本当にやばいなっていうふうに思うんで、なんなら逆に一番大きな事故を避けれてよかったなっていう、やっぱその車検受けてなくて車に異常があって自分たちが事故してダメージを受けるのはまあ自業自得かもしれないですけど、誰か巻き込むかもしれないんで、それって一番やっちゃいけないことだと思ってるんで、そうなる前に車検切れてるっていうことが分かってよかったかなっていうふうに思いました。まあ、あとやっぱ僕自身がズボラなんで、そういうところはちょっとね気を引き締めていきたいなっていう、仕事でお金を稼ごうとするとかそういう動きはめちゃくちゃ得意なんですけど、そう守りの部分っていうんですかね、まあ、必要最低限絶対やっておかないといけない部分とか確認しないといけない部分であったりすると思うんですけど、そういうところはやっぱちょっとね人に任せきりになってたりとかあんまり考えてなかったりとかしてたんで、ちょっと今後は気を引き締めて気をつけます。